あやとくん伝説任務で三奉行の亀甲って言ってたけど、勘定奉行からのキャラいないよな。はあ、稲妻の三奉行って勘定奉行だっけ。社奉行はわかるやん、あやかおるし。で、天領奉行もわかるやん。ラスト一奉行ってなんやろなって最近思ってたんよね。あ、ラスト勘定奉行か。影薄すぎやろ。全く奉行拮抗してないけどな。魂よ草だわ、うん、確かに存在感がないな。忍の超開花パーティーやりたいんですが、スキルなどのダメージは弱々でも超火力の火力で螺旋いけますか。はい、今の原神超開花反応が最強です。コストパフォーマンス最強だし、実際問題最強。中国のティア表があってさ、中国でティア表を出してる人がいてね、まあ、そのティア表もね賛否両論いろいろあるんですけど、まあでも参考にはしていいと思うね。ある程度のうどみにすんのはよくないけどね。ねえ、その中国のティア表でアタッカーティア0一番上に入ってたのがライデン二凸と無凸アルハイゼンと草原核だね。まあ正直ライデン二凸の評価、まあ、ライデンそもそもアタッカーかって言われたら息切れする時間があるから、まあ、ライデン二凸アタッカーに置くのもなんか違う気がするし、まあ、アルハイゼン無凸の評価も高すぎる気がするし、まあ、ちょっと思うところはあるんですけど、でも草原核ティアゼロに置くのは面白いっすね。まあ、気持ちはわかるわ、草原核そんぐらい強いから、まあ、廃課金と同等の火力が出せるんで、困った人はね草原核置いてね。まあ茎忍で超開花するのが一番早いっす。攻撃力もスキル火力も爆発の火力も全部無視して、とにかく熟知にぶっぱで OK、 熟知にぶっぱしましょう。まあどうなんだろうな、ライデン将軍の二凸ってめちゃくちゃ強いけどな、10万とか平気でいくしな。アタッカーかって言われるとね、まあ、7秒間アタッカーだからアタッカーか、うん。まあライデン将軍も確かにアタッカーか。クールタイム18秒で、クールタイム18秒ってアルハイゼンと一緒やしな。稲光すなわち永遠なりで、持続時間7秒のオッペイソードでしょ。7秒間はずっと無双の人たち振るって考えたら、まあアルハイゼンのプリズムが2個続くって8秒だし、フータオの強化時間も9秒だし、確かにクールタイム18秒で7秒間暴れられるバフスキルって考えたら、ライデン将軍もアタッカーに入れていいな。一定時間火力出し続けるのがアタッカーの定義だし、ライデン二凸をティア表上位に入れるのは確かに合ってるな。アルハイゼンがティア0かって言われるとちょっと持ち上げすぎな気がするな。クキシノブは無凸でほぼ完成してる。そう、クキシノブの良さはコスパの良さです。めっちゃコスパいいっす。はい、じゃあ参加型やります。いつも通りね、生物厳選やりましょう。いや、やっぱボス戦楽しいわ、原神。ナヒーダの伝説任務やらないとな。ナヒーダの伝説任務第2章でまた終ボス来ると思うので。誰が終ボスになると思う？ライデンは、ライデン将軍が終ボスだったけどさ、ナヒーダがボスになると思わないんだよな。マハールかデバータがボスになったりするかな。ありえるけどな。ちょっといいな、ナヒーダの伝説任務第2章で追加されるボスが大人ヒーダだったら、大人なナヒーダだったらちょっとテンションが上がるけど、あらんならアランナラがチュ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 って合体してムク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 ってでかくなってドーってなって、シュールすぎるやろ。アランバリカかな。アランナラの中で一番武闘派なのはアランバリカだと思う。キングデシェレット、あ、まあキングデシェレットがボスは全然あると思う。埋まりました。多分みんな初めましてかな。よろしくお願いします。中3です。あら、原神やってる中学3年生いいね。おじさんと一緒に原神やろうじゃ。お前ら中3中2なの？私の配信に来る中学3年生、中学2年生。私は、24歳無職。YouTube に動画出して配信で暮らしてる無職やな。配信者って言えない。いやー、どうだろう。配信者って胸を張って言える時代は来ないと思うな。原神評論家。はずはずはず。さあ、じゃあ中学2年生と中学3年生ですか？うん、原神キッズやな。見てほしいキャラいるか聞いてみよう。 P さん、ノエルかカンウでお願いします。中学2年生が育成したノエルかカンウ、どっちがいい？レベル90なのか、ノエルもカンウも。テンプレベル高い方だな。8810、おお、168。ノエルの方が愛情こもってる気がするな。まあ、アタッカー型ノエルにしたいんだろうが、ノエルは結局通常攻撃の倍率が大事なんで、アタッカー型にするならね、ちゃんと通常攻撃のテンプレベルも上げよう、うん、大掃除上げたんだったら通常も上げようね。武器、いい、いい。まあ、ノエル、バーバラ、ナナちゃんかな。この3人はね、ちょっと残念でね、なぜか元素スキル当てても元素粒子作られないんですよ。いつか修正されないかなとは思うんですけど。まあ、だからノエルはね、爆発が60なんですけど、なぜかめちゃくちゃ重くて、元素スキルで粒子作れないから。まあ、だから爆発回すためにはやっぱりセピロス体験とか結構大事になってきます。で、実際合います。攻撃力低いんでアタッカーには向いてないんですけど、ノエルは防御力の分だけ攻撃に上乗せできるんで、セピロス両手剣ノエルはありだね。ガチャでノエル引いた時の立ち絵もセピロスだしね。そういった見た目の面でもいい。
これ発動しなくない？まあ見るか。まあまあいや。強っ。これノエルどうしたらいい？防御力をそのまま足すか。43.2。初期間の仕事はとても簡単。えぐ。だからこそ。56.2。なんだこれ。時計。防御時計。45.9。岩バフ。32.6。冠が 31.0 か。なるほどね。いや、わからんでもないな。ノエル、アラタキ、ショウ様はね、元素爆発使って、通常銃撃落下が強くなるわけじゃないですか。だけど、爆発使ったらさ、元素エネルギーゼロになるやん。そうなっちゃうと、スキル使って消費する15がなくなっちゃうから、効果発動しないんよ。じゃあ、締め縄4の意味がないんよ。んで、アラタキはね、二突したらこの条件を突破できてね、締め縄4アラタキとかありなんですけど、じゃあスキル使ってから爆発使えばいいやんってなんだけど、結局そしたらエネルギー15没収されて、逆に今度爆発が打てなくなるんよ。締め縄4はね、まあ新滝も二突前提だし、まあ翔様とかノエルはなしだと思うねんけど、やろうとしてることはわかる。セピロス両手剣の効果とか、味方にもしアルベドとか勝利とかいたら、それで岩元素粒子作って爆発中に締め縄4発動させようっていう魂胆よね。わからんでもないな。これがセピロス両手剣じゃなかったらね、絶対文句言ってた。まあ、発動できてるんかな。でもできてるんだろうな。まあ、できる前提で言えば生物クッソ強いんで。いや、おもろいおもろい。二突。テンプレベルが、まあ、通常上げましょうと。率ダメは？何か忘れているような。うんうん。率63、ダメ164。現茶は高い。いや、でもこれ、どうなんだろう。締め縄4の効果発動させながら戦場の阻止できてんのかな。っていうのを考えなきゃいけないから、やっぱりノエルは剣闘士4だったり、赤間4だったりが無難で楽なんやけど、もう一番やばいのこの羽だと思うから、じゃあ剣闘士4頑張ってもいい気がするな。この羽やばくない？マジでやばいと思う。新滝アルベド何でもござれ、もう実数値までついてるしね。いやでもおもろいおもろい、面白いノエルだとは思います。生物は強いわ。最近育て始めたんで天馬切れてないです。パーティーで工夫して使ってます。あ、やっぱそうだよね。まあアルベドいたりとか、まあ、元素粒子作ってあげる編成がいれば、まあ回せなくはないわ。ノエルがね、現地は 166% あるんで、まあそれで15溜まればいい話なんで、まあ、動かせなくはないと思う。あ、でも検討しようの方がいいかな。変に気遣いたくないから、エネルギー管理に。でもおもろいよ、生物自体はめちゃくちゃ強い。エイリーさん、ずっと水力と新車の厳選してた消化アルハイゼンにお願いします。お主のアルハイゼンめっちゃ強かったからな。ハイゼンかな。あ、アルハイゼン見て、じゃあちらっと勝負見よっかな。武器が水持ち武器ですね。セレランク2だと。あ、ショーとアルハイゼン両方好きだから武器ガチもっと引いたのか。和白炎セレン3、水耕の採用セレン2。おお、両方見てあげようかな。森林4、うんうん、まあ、ナヒーダに森林4持たせるんだったら、でナヒーダと一緒に使うなら全然金メッキ4でもいいですが、アルハイゼンタンでやるなら森林4全然いいね。強くね。 39.6 熟知付き羽、強ない。42熟知付き、ヨーヨーの吐息が多いな。時計、熟知時計 36.5。杯が、あ、草バフかな。草バフ、あ、攻撃スコアに入れるのはちょっとアルハイゼンは合わないんやけど、もし入れるなら 30.5 熟知42ですね。あ、でも20あって熟知ついてれば強いな。冠は、配信率冠、やばっ、この冠すげえな。で熟知現茶ついてんのやばい。裏レベル高いぞ。率75、ダメ231、いいですね。まあ、ちょっと率低いんですけど、もうこのアルハイゼン多分貫突してます。持ち武器セレナク2なんで、そうだね。アルハイゼン貫突してます。アルハイゼン貫突効果で、回心率10、回心ダメージ70上がるんで、まあ、率85、ダメージ301ですか。ほう。なんか、ヨーヨーシンクロしてる。ヨーヨーシンクロしてる。熟知は、まあ、金メッキだともっと上がるんですけど、ナヒーダの、これこそが知恵の伝道とか草共鳴とか入れればいいしね。二突効果でも熟知200上がりますしね。いいんじゃない？テンプレベルトリプルクラウン。やばいな。翔様は和白炎。剣闘士新車あり。51.4。入れました。スコア55へ。で、剣闘士です。ムカつく。私より強いです。私、原神初日勢で生物に人生使ってきましたが、スコア55へ2個しかないし、楽団の花と血染めの羽なんで、剣闘士のスコア55へが羨ましくてしゃあない。羽。46.1。強いな。40後半。時計が 31.1 か。まあまあいいでしょう。風バフ。49.0、冠、29.2、現茶、いいね。率80、ダメ221、高いし、攻撃力2500あるし、貫突してて、トリプルクラウン。いやー、さすがは昭和アルハイゼン推しだね。
金メッキいいの出ないっていうのはやっぱ偏ってるんだろうな。まあそれはしゃあないな。まあ、アルハイゼンね、まあ一応森林をなひなひに任せて金メッキ自分が持つってのが一番だとは思うから、うん、まあ、ぜひね、まあ、厳選納得できるとこまで頑張ってください。ネギさん、あやか、強風の厳選一回やめる。強風厳選頑張ってる民来た。アメノマ掛け打ち来ましたね。いいですね。まあ、綾香アメノマは個人的に相性いいと思います。え、みんな片手剣の鍛造武器って何が強い？あ、原木刀か。ベネット用に原木刀は1本は絶対作るとして、あの、星5で天空の刃ない人ね。あとはアメノマ影打ちか、鉄砲の差しかやな。鉄砲の差しは国政草元素追加されて評価上がりましたね。イベントのね、配布武器と効果被るんよね。私アメノマ強いと思うんだけど、どうなんでしょうね。スキルのクールタイムが短くて爆発が80の重いキャラが相性いいんで、神南朝とか綾香はアメノマ相性いいっすね。効果完全発動で爆発使った後エネルギーだいぶ返ってくるんで。生物が強風4です。スコア 46.5 バリタ高えな。 46.5 羽。お前さんやってね。 50.7 時計。はい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 、49.0 か。強いな。で、原茶時計なんだね。なるほどなるほど。杯、氷バフ、28.8。うん、十分でしょ。属性値28.8。冠は32.8。いいんじゃない？あやかは元素爆発が強いキャラなんで、時計に元素チャージ効率を持たせるのはありだと思います。めちゃくちゃ強いから爆発が。ただ、アメノマだとどうなんだろうな。アメノマはスキル当てて、スキル当てて、スキル当てたら印が溜まって、爆発使ったらエネルギーが回復するんですよ。なんか原茶とね、ちょっとミスマッチな気はする。なんか原茶が高かったらさ、スキル一発当てただけで溜まったりするようなシチュエーションもあるわけでさ。あ、強いからいいか。この時計が強いからいいか。なんか、アメノマじゃなくて、まあもしキリギリとかバンガンとか引けるなら引きに行ってもいいんじゃないかなとは思いますね。あやかに原茶時計は全然ありだと思います。爆発強いんで。攻撃力1884。もっと攻撃力はあった方がいいですが、まあ原茶時計だし、まあ攻撃力なんてね、神格、ベネットでどうにでもなるんで、全然 OK。で、ひょ、おぉ、生物強いよね、この人。え、やばくない？アメノマ影打ちってさ、会心上がらない武器だぜ。これで、キリギリ持たせたら、会心ダメージ 44.1 だっけ？上がるんで、開始ダメ270でしょ。率52、開始ダメ270。で、強風4で、開始率 40% 上がって、氷強めて 15% 上がって。おめえの生物の強風4強すぎるわ。だから、このまま、完璧だと思います。バカ強い。無突。テンペレベルトリプルカラン。いいっすね。あ、このまま目の前でもいいし、彩香が復刻来たら、キリギリも来ると思うので。まあ、キリギリ引いたりしてもいいんじゃないかな。アメノマの効果と原茶盛りは若干ミスマッチ感もあると思うから、なんかアメノマはね、セレナク5だとね、原茶盛らなくても全然爆発回るようになるからさ、まあ、そこら辺は調整してもいいんじゃないかなと思います。いずれにせよ、強風の厳選はもう十分ですね。今度キリギリ引くの。うん、それでいい。攻撃時計はいいのがないです。ね、あやか原茶時計ありだよ。あ、まあ、神格引くか、まあ、ベネットと一緒に使ったりすれば、原茶時計、この人めちゃくちゃ強いから、全然原茶時計でいいよ。いや、めっちゃいいややか。